皆さん、こんにちは。今日はこのような形であります。あの今日はですね、主にあのロシアで、えー、習近平の思想研究所があの設立されたので、そのことについて話します。 その前に、あの、ちょっと、説明したいことがあります。一つはですね、最近私の、あの、動画ですね、アップロードしなかったんです。一週間以上ですね。で、原因は、主な原因は、私、すでに去年ですね、定年退職しました。そして、今ですね、新しい仕事を探しているので、そのために、仕事をやりながら探してます。そのために、いろいろ面接とかするとか、そういうことがあってですね、番組制作は間に合わな なかったんですでほとんど決められたので来週からは多分作られると思います、えー、しかし新しい仕事があのなれるまではですね多分時間がかかると思いますので、えー、番組制作にはやはり影響あると思いますだから作るんですけれども、まあ、昔と同じくですね 原稿を書いて、それを原稿を読み上げるとか、そういうことが多分できないと思います。今、新しい仕事にはそ時間がないですので、だから今の形ですね原稿なくで、ただ今日何を言うかですね、そのリストだけ書いて、それからこのような形で話します。えー、それで,ですね、そうするとあの字幕がなくなります。字幕がなくなって、えー、私がです、ね、話すときに言葉とかち間違うとうがある,あると思いますので、その場合はあのこの動画の下の の方にですね、あの修正として文字をあの正しい文字を入れます。ーだからですね番組見るときその文字をちょっと見てください。これは一つのこと。うーもう一つはですね前回私がアップロードした番組その女性が。 記者があの取材したの、その内部報告者ですね、ウイルス発生源のツイート番組ですけれども、皆さんは見たらどう思いますかどこかに問題がありますかで、私が見たらですね、問題ないと思います。あの、何かというと、記者があの取材するとき、彼女は何回も説明したんですね。これは自分が取材したものなので、あの、報告者が あのえー、伝えとことで確認はすることができないんですね。だから一方的な話だと。だから、えー、結論としてあの発表するんじゃなくてこのようなことがあったとですね皆さんに参考として使えるようなその形で発表してたので、えー、問題はないと思いますね。何でもあの番組というとか記者も同じくですね真理を言うことはないですね。それはできない。だだから自分が知っていることだけ 伝えてですね他の人も参考として使えばあウイルス発生源の,その調査にプラスるんじゃないかと参考としてで,できるんじゃないかと思ってですね私があの日本語字幕を入れてそのまあ動画をアップロードしました私いかなる編集もしてないですしかしですねそれがちょっと YouTube にとって問題がなってみたいですね今アップロードして普通がなっているんですけれどもまだですねこの番組この番組で ですね、広告まだあの解除されてないです。だから、今、黄色のやつですね、これが広告制限になっています。だから、このようなことがあるので、YouTube ではです、ね、言論が制限されます。 えー、だから私ですね、新しいそのソーシャルメディア、肝心ウォールドというところであのチャンネルを開いてあります。いやーリ・シンジズチャンネルと同じ名前でですね。だからこの,その番組のあ、さっきの番組ですね、この動画の下にリンクしておきますので、皆さん、入ってですね、肝、えー、心ウォールドに登録してください。それから私の番組ですね、フォローすれば、 フォローすれば、あの、こう、私の番組登録になるんです、えー。もしですね、開いてそれ中国語になった場合は、あの、その、 ソーシャルメイドの上の方にその地球みたいなそのインターネットのマークがあるんです。それをクリックすれば、言語を選択することができるんです。そこで日本語を選択してです、ね、私の番組、チャンネルにです、ね、登録してください。お願いします。えー、早かれ遅かれですね、私番組は全てそこにあのとあの掲載しますので、YouTube は多分、えー、そろそろあの今年、 のうちかな、でも、あの、こう、やめると、思います。一つは、けんれい、言論制限が、受けますし。まだですね、広告もこのようにすれば、あの、広告、えー、収入ができないですよ。その、て、収入が入っても、私にとって予算の大事なお金ではないですからですね。で、私が制限されなく、自分が言いたいこと、を皆さんに伝えたい、ということなので、えー。皆さんお願いします。その、鑑真ウォールドにですね、登録お願いします。 では本題に入ります、えー、最近です、ね、ニュースはあのロシアで、えー、習近平の思想研究所が設立されたというニュースがありました。それを見てです、ね、私がちょっとおかしい事故を思いました。何かというと皆さんもご存知ですがあの今のロシアはです、ねえー、旧ソ連が解体してからその中からです、ね、一番大きい部分がロシアとなってですね で今の国として存在していますけれどもロシアはすでに共産主義を捨ててですねロシア人は旧ソ連人ですからですねみんな共産主義はどんなものかみんな知っているんですよ。だからゴミとして捨て捨たので ロシアでその共産主義を研究するということおかしいですね。今のロシアの制度はまあ完全には民主化はできてないと思いますけれどもある程度中国よりですね民主化になってますね。選挙も形としても存在しますし言論も自由だしだからいろんなところで中国より進んでいるので自分より立ち遅れた国を研究することはおかしいですね。だからここにそのこのような 世の中ですね、他の国でもない、ロシアでこの時期にこのような研究所が生まれたということは、必ず特に何か背景があると思います。で、その背景は中国側も中国共産党側もロシアの側も多分の説明しない、公開しないですので、私、ここでですね、ちょっと推測してみたいということですよ。 えー、ロシアで今設立された習近平の研究所ですね思想研究所は初めてできたものではないです第19個目です中国国内でですねすでに18箇所このような研究所があの設立されました中国でもですね聖火大国でもですねこのようなあの研究所があります聖火大学は中国でですねトップの大学ですだからそこの先生は どのプロですね先生もバカはないですだからみんな習近平より頭がいい人ですなのに共産主義は何のものかわからないわけないでしょ習近平はどんな人かわからないわけではないですではなぜこのような研究所が設立されるかというと2つの意味がありますね1つはお金ですよこのようなあの研究所が設立される時は 必ず国からですね、大量な資金を投資するんです。その学校にお金をですね、えー、あげるということですね。これは一つ。もう一つは、習近平独裁のために宣伝する。 だから、聖火大学でもいいし、他のところでもいいし、他の学校でもいいしですね、みんなこのような研究所を設立した人は、習近平の派のというかな、習近平を選伝する、支持するとですね、ロシアも同じですね、同じだから、こんな時期に今何かというと、ちょうど習近平が第3回目ですね、第,第3回目の,その国家主席になってですね、 続投ができたことともう一つは今ロシアとウクライナが戦争を知ってちょうど1年経っても戦争が終わらなくロシアが困っている時にこのようなことが、えー、部門が設立されたということは一つはですねこのような研究所を作って、えー、中国から資金をもらうんですねでどのどれぐらいのお金を投資するかわかんないこのプロこのプロジェクト ですね、このプロジェクトをにその投資するという、えー、名前ですね、名義で、だからロシアは今困っているんですね、だからお金が大量に必要なので、このようにお金をもらって、そのお金を本当にその研究所にくんじゃなく使うんじゃなくて、あのイランとか北朝鮮からその兵器を買うんじゃないかと、これは一つ考えられるもの、もう一つはですね、習近平のためにとも宣伝する。 つまり習近平が全世界でですね自分を宣伝するためにこのようなものを作ったと今講師学校皆さん知っているんですね講師学院のようなものではないかとですねこの研究所のメンバーはですね 誰かわからないですよ。本当にラッシュロシアの人かですね、ロシア語、花が高いですね、ロシア人か。あるいはロシアにいる中国団地が作ったのかわからないんです。だから、このような研究所がこの目的じゃないかと。もう一つはですね、あのえー、このようなプロジェクトをあの、えー、作りなが,らいやながらですね、ロシア政府が習近平にですね、兵器とか そのものをですね支援してもらうことですね。直接あの兵器ではなくて民謡と訓用の両用のもの、例えばですねあのドローンとかそういうものを支援してもらうんじゃないかと。これも一つ考えられるものですね。実は習近平の宣伝のために中国国内ではですね今、あまあ、文化大学名の未来になっているんですよ。最近ですね 呃、習近平本がですね、大量に売られたという情報があります。中国でその、何かというと、6月、2023年6月上旬ですね、上旬でですね、売られたその本、ベストセラーですねラン、ランクして置いた表があるんですけれども、そこからですね、1から9位の前、9位までですね、え、第7位と、 第7位は習近平と関係ないもの、共産党と関係ないもの以外ですね。えー、第3項は共産党の何規約、その他には全部習近平の,その本です。具体的に言えばですね、第1位は習近平著作選読第2巻です。 ちょっと年寄りの方ですね、今からあの70歳以上の方、私、日本人は多分中国の文化大学部のことをよく知っていると思いますけれども、文化大学名的で,ですね、毛沢東先州ということ、毛沢東先州ですね、みんながあの勉強してたんです、全国で。私は小学校の,その1年生から、えー、私が覚えた最初の文字ですね、 私あの韓国語を初めて勉強したんですけれども毛沢東の毛です、えー、単語という言葉では毛毛主席万歳毛主席万歳ですね毛主席万歳という言葉ですで小学三年生から中国語を勉強したんですけれどもその時も最初に覚えたものは毛です毛主席万歳同じくですねで教科書の内容はみんなです毛沢東の先週 ノースの中の内容ですね。それ暗記したんです、いつもですね。今、習近平著作宣読というものは毛沢東の先週と同じ種類のものです。第二位も習近平著作独占第一巻です。これも同じものです。で第三はですね、中国共産党の規約。あ皆さん考えてみてください。あの日本でですね、例えば、 えー、自民党の規約あるいは公民党の規約あるいは共産党の規約それをです、ね、本に作って本屋で売、ま、ってみてください誰が買うか何人買うかですねほとんど多分買わないと思いますみんな買うっても多分数えられない人のですね人が買おうと思います中国でも同じですこのような本をですね 印刷して本屋ででで売ればすすね誰も買わないですだからどうやって売るかというと強制的に売ります。印刷してあの各企業とかですねあ,のあるいは役所,役所市の役所です、ね。市政府とか県政府県知あの日本では県庁とかですね市長みたいなところで強制的にこの本を買わせるんです。買わなければいけないですね。この 企業でも企業のあの工場長だけでなおですね各部各部もですね係りも買かかいますし大学もですね大学校のその事務所だけでなくて各部の事務所大学校のその教室のあの。 クラスまで、クラスまで買,買わなきゃいけないです。人民日報ですね。私も例の人民日報のことですけれども、中国にいるときですね、人民日報は世界中発行部数が一番多い新聞だと言われました。その次は日本の読売新聞だと言われました。で 日本ではですね確かに読売かあるいはその朝日新聞か分からないですけれども発行部数が多いですけれども私が日本にいて新聞を配達したことがあるんです日本ではですね強制的に売るんじゃないですねみんな セールスって、えー、その、新聞屋のスタッフたちが何かで洗剤とか持っていてですね、えー、この自分のその新聞をオーダーすれば、あの洗剤とか三か月分あげるとか、そうやったやることですね。そのようにやるんですけども、中国では違います。強制的に売ります。で、だから、箱物が一番多いです。すべての、例えば、県庁の場合は、県庁その、 県知事じゃなだけじゃなくて各部の部長とかその中で課長とかですねいろんな事務室があるところは必ず買わなければならないです本当に読むんですか読まないです本当ほ当とほとんど読まないです、えー、最近ですね今年多分1ヶ月前かな中国でその中国人が1日と内容があるんです、えー、人民日報はいつ,いつまで続けられるかという題目であの書いたんですけれども えー、郵便局ですね、郵便局で、その人民日報をですね、下から発行しなくて、えー、人民日報の,の何かというとこう、新聞社からですね、郵便局に送ってくれると、そのまま置いて、それをそのまま買い込むしなくて、ゴミとして捨てると言われてました。それでゴミとして捨てて、そのお金を、えー、ゴミとして捨てたその収入をですね、新聞配達する人の手当手としてあ,のあげる。 というあのこうチートを見たことがあります。だからこの中国の共産党の規約も同じです。同じく人民日報と同じくそのようね。 ようなやり方で発行するんですけれども、おそらくこれもですね、郵便局で全部捨て,れ捨てられるかもしれないんです。で、こういう状況です。発行部数が一番多いということは。これは、この中国共産党記憶は、あの習近平と直接関係がないんで,で,ですが、やっぱり習近平が共産党の総書記になってから、このことがあります。鄧小平から国民党のアイデアはなかったんです。毛沢児童には毛沢童のその本がですね、強制的に売られています。 ありたんですね第4位はですね中国共産党の、まあ、タイトル中国のタイトルはなかなかいですけれども簡単に言えばですね中国共産党の第20回大会の全国大会の報告書これも習近平がその報告したものだから習近平の本ですね第5位は習近平のガバナンスに対するのその何かとと、えー えー、考え方というかな、そういう習近平がどのように国を治めるかということについて演説したものみたいですね、そういうもの。第6位はですね、習近平の新時代中国特色社会主義思想,思想の各種要項、えー。このようなものはですね、日本では多分絶対売られない。日本では考えられないんですよ。今までこう 読み上げたいろんな本ですね。日本人はこれを見たら全然考えられない。おかしいと。まあ、おかしいと思わないかもしれない。頭の中にはこのような概念がないと思います。第8位ですね。第7位は他のものなんで、第7位も上と同じくらいのものですね。第9位は習近平の調査、研究、論述に関する要項。 これ私、大目庫から見れば、どんなものかわからないですね。よくわからないです。習近平が調査・研究・論述、ね、あの、まあ、何か用,用紙みたいなものなので、どんな研究・調査・研究かですね、社会,社会的な調査・研究か、あるいは、例えばですね、ウイルス発生源の調査・研究とか、書いてない,ないんですけれども、えー、こんなものですね、あの、 ベストセロになってるんです、中国では。このようなものが。だから今はこのようなものが、あの、本当にベストセロになったか、なってないかはわからないですね。私たちは確認することはできないです。ただし中国政府がこのような本がですね、今売られたと、えー、発表しているんですけれども、えー、もし本当に売られたらですね、 えー、強制的に売られてもいいしあるいはですね、えー、自ら読者が買ってもいいしあの文化大学名のときは毛沢東の,その本はですね強制的に売られたものもあれば本当に、えー、自らですねお金で自分で買ったものもありますもし本当にそんなことがあればこれはですね文化大学名が発生したということになります えー、このように今、一見てですね、そろそろあの中国では習近平主席万歳の,そのスローガンが多分出てくると思います。それからまたですね、習近平を称える歌とかもできて、習近平を称えるその舞踊とかもですね、これからすぐ生まれると思います。これがですね、本当にこの本が、これらの本がベストアサリーになったらですね、これから間もなく多分そんなものができると思います。 今日はですね、ソ連で設立された習近平の思想研究、思想の研究所について話すとき、このようなですね、中国の国内での状況も伝えました。今日の話をここまでにします。ご視聴ありがとうございました。